ヒルゼンは、岡山県真庭市北部にある地方で、かつて、ヒルゼン三村と呼ばれていた地域である。ヒルゼンの町並みヒルゼン上福田で撮影ヒルゼンの、農業地帯ヒルゼン富掛田で撮影ヒルゼンの、落農地帯ヒルゼンジャージーランドで撮影真庭市北部、真庭市役所のヒルゼン振興局が管轄する地域である。岡山県内屈指の観光地である、ヒルゼン三座。 ヒルゼン高原を有することで有名。2005年の合併により、真庭市が新設される以前は、真庭郡川上村、八塚村、中華村であった。これらは、通称ヒルゼン三村と呼ばれ、古くから歴史的、経済的、文化的なつながりが深い地域であった。特にヒルゼン三座、ヒルゼン高原を共有する川上、八塚の両村のつながりは深い。そのため、 平成の大合併論議が活性化し始める1990年代後半、川上村、八塚村の二村で合併協議が始まった。これは岡山県内で最も早く始まった合併協議であった。その後、つながりの深い中和村が合併協議に加入した。その後、合併論議が最も煮詰まっていた時期に、間には地域合併協議会にも参加することが、 表明された。昼前三村の参加をきっかけに、真庭地域での合併協議が進展し、2005年に真庭市が新設された。真庭市が新設されると、八つか村役場に昼前振興局が設置され、川上、中華寮村の役場は同局の支局となった。さらに昼前三村地区は新たに昼前地名を冠することとなった。中華村、八つか村、および 川上村も、参照前日の通り県内でも、屈指の観光地であり、倉敷市に次ぐ観光客の多さである。大きく分けると地区内中西部にまたがる、昼前高原に関連する観光地と、東部にあたる津黒高原に関連する観光地がある。観光地であることから、観光客相手の商業がほとんどである。土産物店、飲食店、宿泊施設などである。 他にもスキー場や温泉などがある。観光と並ぶ産業で、ヒルゼンのブランドが定着している。高原地帯であるため、気候が農業に適しているほか、火山灰による肥沃な土壌も農業に適している。野菜、果物の栽培の他に、落農や畜産も盛んである。代表的なものとして、ヒルゼン大根やジャージー牛乳、中和地区の根わさびが有名。 大宮踊り岡山三大踊りの一つとされ、国の重要無形民族文化財に指定されている。昼前地域の自社で8月13日から19日の間に開催される盆踊りである。特に福田神社で行われるものが有名。青い、湿子、招きなど数種類の円形を作りながら踊るのが特徴。その他に、昼前高原に水遁。 一貫小僧などの妖怪伝承がある。また、ヒルゼン地域では、比較的遅くまでばいの習慣が残っていたとされる。最近では6時産業化に関連し、地元ヒルゼン産の原料を使用したものも多く、ヒルゼン大根を使った漬物や、昼前産蕎麦を使った乾麺や、蕎麦焼酎等の蕎麦製品などの商品が増えてきている。代表的な料理として、昼前蕎麦、昼前お子は、 バーベキュー、ジンギスカンなどがある。また最近、タウン情報誌、岡山や山陽新聞などで、独自の焼きそばが存在することが確認され、ヒルゼン焼きそばなどと呼ばれるようになった。ヒルゼン大根戦後の1947年からの開根後、大根の売栽に取り組み、ヒルゼン大根の名前で全国展開を行っている。ジャージー牛製品ヒルゼンで飼育される、ジャージー牛現在は、 日本最大のジャージー牛の育成などが有名になっており、ジャージー牛からの牛乳の生産量は日本一になっている。日本各地に運ばれるジャージー牛による加工品や牛乳などは地元ヒルゼンにあるヒルゼン楽農農業共同組合や岡山市に本社を置く会社が生産している。蕎麦気候風ドが蕎麦栽培に適しており、ヒルゼン高原産の蕎麦を利用したヒルゼン蕎麦も有名。 軽装土量質の軽装土を産出する地区もあり、露天掘りで採掘されている。ヒルゼンワイン地元で採れる山ぶどうを使ったヒルゼンワインは地元第3セクターのヒルゼンワインの手作りのワインでワインコンテストで賞を受賞するほどのワインとなっている。高原漆器山栗を生木のまま新餅で引き、吹き漆の技法でキメを見せる漆器。 郷土料理初出場した2010年の B-1 グランプリで2位となった。昼前振興局、川上出張所昼前振興局中は出張所、行政機関公共機関教育機関地域の東西を縦断する国道482号昼前上、徳山で撮影鉄道は通っていない。公共交通機関はバスのみ、高速道路一般国道県道昼前地域での テレビ放送は、昼前中継局から NHK 岡山総合テレビ、NHK 岡山教育テレビ、RSK テレビ、岡山放送、西日本放送、瀬戸内海放送の6局が視聴できる。アナログ放送時代には、KSB と RNC が中継局を地局していなかったため、日本テレビ系列は、鳥取県の日本海テレビを受信している世帯が多かった。 ヒルゼン中継局では2009年1月30日に地上デジタル放送が開始された。FM ラジオは FM、山陰や NHK 鳥取 FM が良好に受信できるが、地元の FM 岡山は受信状態が悪い。上ヒルゼンの裾野塩釜の冷静。ありがとうございます。